うん。疲れるぞ。もうない。今日は孫たちの休日ということで、はい、まあ、リフレッシュがてら大芝公園に遊びに来ました。はい、いいとこだね。うん、やっぱ今日もね、いい天気で、うん、自然に囲まれててね、すごい。あ、お昼のチャイムだね、これ。あ、お昼、うん、ちょうど12時ですから。うん、ちょうど12時なんで、まあなんかね、さっきチラッと見たらなんかいろいろ面白いものも売ってたんで。そうだね、食材とかも売ってたんで、まあなんか食べたりもできたらなと思いますね、お昼のとか、はい、なんでまあ今日は休日のちょっとゆったりしたラフなあれにはなるんですけど。そうですね、まあ僕らのね、休日の日常をご覧ください。はい、まあじゃあとりあえずまあブラブラと、はい、かなり広いんで。そうだね、うん、まあ楽しんでいきたいと思います。はい、はい、すごい、やっぱね、いい場所ですよ。自然あふれるね、こういうちょっとしたこのね、綺麗、虫の鳴き声、この川の流れる音、鳥のせせらぎ、心が浄化されるようですね。最高だよね、本当に。日曜日だから、うん、家族連れも結構いますね。そうだね、なるべく一般の方が映らんようにね、配慮しながら撮影していきますので、ちょっと見づらい映像になったらごめんなさい。愛の鐘とかあるよ。それはあれだね、あのカップルが鳴らすあれですね。大丈夫、俺と鳴らしたいんじゃないの。やめてくれよ。そこが、はい、恋がいるってことじゃない。あ、本当？あ、恋に恋するから愛の鐘があるってこと？そういうわけじゃないけど、そこはまた関係ないのか。なんか確か昔来た時カモもいた覚えあるけどね。てか餌やりもいる？あ、本当いっぱいいるじゃん。お、すげえ、今恋が飛び上がった。ま、え、そんなことある？え、ほんとほんと。え、泣いてる？え、そんな泣く？すごい。え、まためっちゃおんじゃん恋。え、こんな近くにおるよ、しかも。すげえ、久しぶりに来たな。マジ今ピョンと飛び上がってた。そんなことある？あ、でも餌くれると思ってんだ、この鯉たち。ほら、泣いてる。かわいい。カモが。カモかわいいよね。うん。うわ、めっちゃかわいい、ほんと。なんか、餌は売ってないのかな、こっち。餌どっか売ってるみたいなこと書いてあったよ、確か。店内、売店の方って言ってたかな。あ、ほんと？うん。なんか変わった色の声が泳いできたじゃん、近づいてきて。なんかオレンジ色の、こんにちは。すごいな。あ、餌やりしてらっしゃいますね。すごいね、ワニなカモは。いや、暑いし、ここでちょっとさ、泳いできてよ。カモと一緒に、来い。いや、出禁になるよ。でも、いいんじゃない？いろんな人がパンをこうくれるんじゃない？絶対、くさいよ。すごいな。あれ、今鳴ってんのか、これ。あ、じゃあ誰かカップルさんが鳴らしていらっしゃるんだ。あそこで、うん、鳴らすと結ばれるとかな。あ、そういうこと？うん、じゃあ、あそこに俺ずっと棒立ちして看板掲げて、一緒に鳴らしてくださる方募集中ですつって立ってようかな。じゃあ、あれも鳴らさなくなる。骨になってそこに置かれてるかもね、そのうち。いやー、やっぱああやって試合で楽しんでる子供たち見ると、昔も俺らはああだったねって思いますね。ほら、もう上がってきてるかも。マジで。はい、ガガ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 、こっちこっち。はい、ガモ。あ、
あと、アイガモ農法。田んぼにカモで、なんか、なんだっけ、虫とかなんか食べてもらうんだっけ。あ、そうなんだ。そうそうそう。これ、パンを買いましょう。そうだ。パンを買えばね、俺らもきっと、カモやコイと仲良くなれるはず。餌はそれを皆さん、はい、わかりました。じゃあこれを餌にね、はい、羽をられてるみたいで、こちらを購入していきましょう。はい、はい、お願いします。すいません、お願いします。はい、ありがとうございます。購入口にお金を入れてください。サメも見えるんですけど、サメが良ければ。あ、中にいるんですか、あの池の中に。そうなんですか。よろしければ、サメの確認ボタンを。あ、優雅に泳いでる。あ、釣りを。チョウザメですか。チョウザメです。あ、すごい。サメも卵ホール食べる。お受け取りください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、買いましたね。はい。はい、じゃあ、行きますか。いやー、ありがたいね。心よく撮影許可もいただけて。はい、買いました。卵ホール。ほうほうほう。これを、あげるんだね。うん、なるほど。卵ボールなんて食うんだね。まあ、なんか何でも食うんじゃない、こういう小麦って。まあまあ、確かに。ものなら。じゃあせっかくならチョウザメをちょっと移したいな。チョウザメおびき寄せてよ。運が良ければ。ね、チョウザメは人見知りみたいですね。でも。優雅に泳いでるらしいね。ねえ、見たいね。来い。恋の方がでも強いかな。どうなんだろう。どうなんだろう。どんな仲良くしてんのかな。ああ、待って、あの陸に出てる。カモカモカモンって言わんで、うい、すげえ今羽を。あ、可愛いな本当にカモ。何してんの君は。食べた。カモ、はい、カモ、おお、カモ、カモ、カモ、困ってるよなんか、はい、おお、すごい、かわいい、ほい、おお、すごい、かわいい、ほい、ほいにもあげますと思ったけど、あ、奪い合い。あ、惜しいね。カモが勝ちました。あ、早い。カモが勝ちました。カモ早い。はい、おー、早いね。そうだ、くれた。お、見て見て、カメ来た、カメ、カメ来た。え、おー、ほんとだ。ほら、カメ来た、カメ来た、カメ、カメ来たよ。カメが来た。え、このレアなんじゃない。カメ、カメレアだよ、多分。いや、このカモ早いで。ねえ、それ顔だけ出して。え、こんなことあるマスケ。カメ頑張れ。カメ、あ、お、カメ食った。食えた。カメ食えたかな。食えたんじゃない。どこもあげる。そうですね、あげてみますか。はい。うお、こんな近くまで来た。来いよ、来い、はい。またカメがいる。カメ。お、お、はい。早いなカメ。ね、意外と早いね。待って、カモが来た。え？はい。カモと恋。すげえカモが。かわいいな。かわいい。めっちゃ近くまで来るじゃん、このカモ。カモ近っ。
っちゃ近いじゃん。人慣れしたカモだな、このカモたちは。あ、いい家になってるね。かわいいね。カモ、こう、あ、ごめん。いいね、いい家になってるわ。なにこのカモ、ちっか。ここ、うん、疲れるぞ。もうない。あ、もうないって言ったら分かったのか。ニコラ、立ち去った。かわいすぎんだ、ちょっと。ニワトリよりカモの方が好きかもしれない。やっぱどの動物も慣れるんだ。うん、すごい、もう分かったのか。もう次の、すごい勢いで別の方に行きますって。いや、癒されるね、ほんと。あそこたちにもう溜まってるヤギたちは、ヤギじゃない、カモたちは何なんだ。ねえ、いや、ほんと久々に来たけど、ほんといいとこだね、ここ。改めて、うん、こういうのの体験も全部無料でできるわけだからね。ねえ、チョウザメを見てみたい。チョウザメね、ここで取れたら俺ら持ってる男ですよ。あれカメか。でもカメ取れただけ嬉しくない？カメ可愛いじゃん、顔だけこうさ出してね。え、あれチョウザメじゃない？え、そう、濃いかな、あれ。でもなんかチョウザメじゃないの、あれ。でかいよ、なんかでかいよね。濃いじゃん。なんだよ、濃いじゃん、濃いじゃん。濃いには濃いを持てないから。ここが橋か。さあ、チョウザメはいるのでしょうか。え、あれチョウザメじゃない？またまた。ほら、どれ？あそこ。絶対コイだね。やっぱコイはいっぱいいるけど、チョウザメいません。チョウザメはね、見つけるのはまた次回ってことで、次回はチョウザメ見つけるまで帰れません。そうだね、幻のチョウザメ。チョウザメの次回はチョウサメ、チョウサメる。今ね、どうも、あの愛の鐘を鳴らしてる方もいらっしゃいますが、もう動画の締めとして俺たちも最後に鳴らして帰りましょう。はい、どうしても一緒に鳴らしたいって言うなら一緒に鳴らしてあげてもいいけど。いや、カメラマンやってます。あ、願い事を唱えながら。願い事、あれさっきなんかカップルで行けばなんか必ず結ばれるだとかなんとかってなんか言ってませんでしたっけ。なんかいや、だから、うん、じゃあその願いだから、カップルだったら、うん、そのね、このまま仲良く過ごせますようにっていう願いを込めて、あ、はいはい、っていうことで。あ、そうだね。あ、なるほどなるほど。願いを込めて鳴らせばいいんだよね。そういうことか。ではね、まあ恋とカモと戯れたところで最後にこの愛の鐘鳴らしていきたいと思います。願い事を唱えながら愛の鐘を3回鳴らすと、その願いが叶います。なるほど。3回どころじゃないぐらいになった気がするけど、これ3回、まあ大丈夫でしょう。まあそうね、まあ
寝ちゃったもんはしょうがないし、うん、なんて言ったか分かる俺が、うん、まあそういうことですよ。はい、いいね。弟の身長を越せますようにと願いました。今から、はい、今からです。まだ成長期なんで、はい、はい、まあそんな感じでね、この鐘に締めてもらったところで今回の動画はここまでで、またね次回はアスレチックがあったのでちょっとそれを遊んでみようと思うので、まあ、次回の動画もぜひお楽しみにお待ちください。それでは本日の動画ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。